るのように冷たい風も節分、歌は美空ひばりさんでした。本庄秀太郎、そして片田喜作両社中を従えて、この吉座節分という新内崩し、これはそもそも昭和35年東映映画続ベラン名芸者の中で演じられたものだそうですけれども、申すまでもなくこれは歌舞伎の三人吉座狂わの初会という芝居があります。その序幕に大川端の場というのがありまして、ここで有名な五条吉左の長い名セリフがあるんです。それを新内仕立てにしたものだそうです。お聞きになりましたように、誠に見事な邦楽的な歌唱でありました。もともとこの演歌調歌謡曲というのは、古くは唱名、仏教学のお経に節をつけて唱える唱名ですが、これに端を発して江戸時代の三味線音楽邦楽にまで流れているものの、またさらにその流れを組んでいると言われておりますけれども、この演歌歌謡曲の第一人者である美空ひばりさんが邦楽を歌わせても誠に見事な歌唱力を示している。これも当然といえば当然でありますけれども、こういったところに、彼女の歌の秘密というものがあろうかと思います。美空ひばりさんといえば今年芸能生活40周年を迎えた、押しも押されぬ、戦後の歌謡史の中からたった一人の名前を挙げるとするならば、疑いもなくこの人の名前が挙げられるという、名実ともに女王でありますけれども、この女王をたらしめているところのものは、実は私は、美空ひばりという歌手こそ本当の意味での心の歌が歌える歌手だというところにあると思うんです。昨今は若い歌手がたくさん出ておりますけれども、身振り手振りは大変うまいけれども、本当に心で歌を歌える歌手というのは実に少ない。その中の代表的な存在が私は美空ひばりという歌手だろうと、このように考えている。で、歌の心を歌うのにはどういうところに秘密があるのかということを、短い時間ですが今日はこの番組で解明してみようと、このように考えました。歌の心に洋の東西はありません。今のこの日本的な情緒で歌の心を歌うことができる人であるならば、この西洋のヨーロッパやアメリカの歌の心も当然歌うことができるだろうと私は信じて疑わない。
美空ひばりさんのレパートリーの中にもアメリカの歌がいくつかあります。その中で筆頭に挙げられるものにスターダストがある。スターダストというのはこれはもうアメリカのバラードの中で星屑ほどあるバラードの数多い中でも一品中の一品でありまして、ホーギー・カーマイケルという人が故郷のインディアナ州のインディアナ大学に母校を訪れて、そしてある夏の夜に星空を見上げていた時にふと思いついたメロディーが元になって、それをパリッシュという作詞家が作詞をしまして、それがまあアメリカのスタンダードナンバー中の名曲ということで、今世界中にヒットしているわけですが、このスターダストを美空ひばりさんが実に見事に歌いこなして、その歌い方というのはかつて の名称をとどめたナット・キング・コールの歌いぶりというものを彷彿させるものがあります。まあ、そんなところで今度はアメリカの歌の心を美空ひばりさんに歌ってもらう、このように楽をいたしました。東京交響楽団、今日は秋山和義さんの指揮で、それではスターダストから幕を開けたいと思います。The memory of love.